皆さんこんばんは。こんばんは。今回はですね、同好会談会なんですが、はい、私がですね、厳選させていただいた同好会談をですね、おまとめしてきましたので。出た。前パート1やらせていただいたところ、はい、非常にですね、はい、皆さんが喜んでいただきまして。やっぱすごいですもんね。そうそう、はい、クオリティが高いと言いますか、はい、皆さんすごい経験されてるんで、その中でも厳選した、はい、投稿会談会となっておりますので、皆さんお楽しみにということでございます、じゃあまずはですね、ちかさんからいただきました、はい、お願いします。時代は昭和初期、お祖母のご近所さんのお話です。はい。ご近所さんを以下 A さんといたします、うん、当時はご近所付き合いも密な時代で、昭和初期やったね、はい、A さんは律儀に法事があって3日ほど田舎へ帰るので留守にします、留守の間よろしくお願いしますね、うん、とこうね、ご近所さんにねこう挨拶に、ね、はいはいはい、回られたと。で A さんが帰ってくる3日後の朝なんですけども、うん、その3日後にですね、異変があったんですね。留守、はい、留守にしてるその A さん、はい、A さんの家からお経が聞こえてくると、うん、でね、もうご近所さんみんなでですね、うん、なんで留守中の家からお経聞こえてくんねんつってざわ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 してて、で A さんの家をですね、うん、みんなで行ったんです、うん、そしたらですね、留守の家よ、うん、この A さんの家から、うん、7人のお坊さんが読経しながら出てきたんです。で、はい、法事で帰宅していない A さんの家からお坊さんが出てくるなんてまずおかしいじゃない、はい、で、あっけに取られててですね、はい、でその7人のお坊さんをね、はい、こう見てると、はい、この見えない階段があるかのように、うん、西の方、空の方にこう登っていくというか、うん、すごい A や階段みたいにして7人のお坊さんが登っていくんだって。で、はい、その後すぐに A さん帰ってきました、はいはい、そしたら A さんね、家から悲鳴が聞こえてくるんですよ。キャーっつって、はい、で A さん帰ってきたけどなんでこんな悲鳴あげてんのみたいになるじゃない、はいはい、そしたら先ほどの お坊さんのね、はい、ことがみんなの頭よぎってて大丈夫かっつってみんなで家行ったんです、はい、そしたら仏間に掛け軸があったらしいんですけど、はい、A さんがその掛け軸指差しながらガタ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 震えてるんですって、はい、でどうしたの A さんっつって、はい、そしたら掛け軸に書いてあったあの七人のお坊さんが消えてんのよ。掛け軸に書かれてた七人のお坊さんの絵が真っさらになってると。ほう。でみんなでね、はい、いやさっきその七人のお坊さん、はい、見かけたわよっていう話をしたんです、はい、でそしたら A さんもね言葉を失ってしまって、で A さん宅へですねいつも来られる、うん、お坊さんへ、うん、もう A さんが伝えたんですって、はい、そのことを掛け軸に書かれてたお坊さんが消えてたらしいんですよって、はい、ここありましたよね、お坊さんも見てますよねこの掛け軸のお坊さんって、うん、そしたらこのいつも来るお坊さんがですね、うん、おそらくお浄土へ帰られたのかなってボソって言ってたというね、ちょっと不思議なお話でございますけども、すごいですね。そうなんですよ。のっけから切れ味が、はい、これ僕なんで選んだかと言いますと、はい、やっぱりその人数見てんすよ、一人だけじゃなくてご近所さん含めて、はい、数人でそのお坊さんの姿を見てて、うん、なおかつ消えてく、はい、その時まで全員見てんすよ、一瞬とかじゃなくて、はい、だからこれはすごく信憑性があるんじゃないかという、この7人のお坊さんってまた7人の岬みたいな感じで、そうね、新岬ね、うん、で、その登っていく方向もあの西ね、西ですよね、うん、西方ってあの極楽浄土の方ですよね、うん、うちの、うん、あのお盆のあの鐘楼船とかもあの西方って書いてこう送り出す、なるほど、長崎の、はい、うん、なんでやっぱ浄土の方角なのかなっていう。じゃあその掛け軸に書かれたお坊さんはね、何きっかけでその浄土へ行けるふうになったのかとかね、いろいろ疑問は湧いてくるんですけど、まあ総じてね、このまあオチもないってね、ご自身もおっしゃってるんですけども、非常に珍しいお話なので、これはちょっと組み込ませていただきました。面白いですね。きなりこれですか。いやそうなんです。続きまして、崖の下積みポニョからいただきました。はい。崖の下のポニョじゃなくて、まだ下積みなんですね。だからね、まあまあ、研修ということなんで、崖の下で多分ね、リーダーがいてて、指示出されてるんでしょうね、ポニョにね。それでやっと崖の下まで行けるんですか。そうそうそう。
ってことは崖の上のポニョもいるやないかって話が出てくるんだけど、崖の中腹のポニョもいてるわけで、わけわからんようになってくるんですが、はじめましてと、運転中にね、我々のこのどっかで聞いていただいてると。この方の知り合いにですね、はい、日本刀を集めるのが趣味の A さんがいます。はい、A なので、アキラ、前田アキラさんですね。いや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 、はい、もう個人名出すともうそれでしか想像できないんで、ちょっと、しかも前田アキラさんちょっと怖くなくなっちゃうんで、違う怖さなんで、あっちは。で、はい、この方あ、集めるだけに飽き足らず、はい、もう自分でね、剣術習いに行って、おでね、はい、もうその自分で刀集めて剣術なのそれだけじゃもうとどまらない、もう自分で作っちゃえっつって、はい、刀たちに弟子入り、すごい。だからもうね、ここでね、はい、刀鍛冶のあの、刀G が出てくるんですよ。前田明さんが、もう、刀鍛冶のところに弟子入りしたっていう話なんですけども、最終的には、その刀鍛冶もね、はい、もうやりつつ、はい、鑑定士の資格まで取って、すごいな。で、もう刀でね、もう家が埋まるぐらいのね、感じになったんです、A さん。はい、で、一回その A さんにですね、はい、貴重な刀が手に入ったからぜひ見に来てくれないかってね誘われて、はい、見に行ったんです、うん、で刀剣ブーム真っ只中だったらしいんですその頃ね、はい、でちょっと興味があったんで、行きました A さんの家にね。そしたら和室に通されたんですけど、うん、A さんがねこれ錆びたらいけないからっつってビニールの手袋を渡されて、でねこう刀をねこう渡されて、これなんだけどさっつって、綺麗でしょーって、ああ気をつけてくださいねこれね、刃の部分持ったら即指落ちますか、落としてないんだ、ね、どこ持ったらええねんっていうその話にはなってくるんですけど、で、持ち手部分がね、はい、ないんですって、はあ君、うん、で完全に刀身のみの部分でですね、うん、でもこう渡されたねこう刀見てるとやっぱかっこいいんですよね、はあ、でもうなんか心臓ドキドキするというか、うん、なんかこうバク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 してきて、なんかすごい興奮してきたんですよね、うんうん、で A さんが言いました、価値としてはまあ高級車1台分ぐらいですかね、ピンキリですけどね高級車、まあ数百万くだらない、うわでもそれでもすごい、うん、そんなするんですかっつって、でそしたら A さんがね、ああそういえばねもう一つ刀がありましてね、はい、こっちも見ていただきたいんですよっつって、ああもうね見せてくださいっつって、でも1本目のこの刀で魅了されてしまってるから、うん、もう見たいですっつって、まあでも次の刀はちょっと変な刀でしてね、うん、もしかしたら何か起こるかもしれないですけど大丈夫ですかね、いやいや何何それっつって、うん、その煽り方何何と思いながら、うん、まあでもね大丈夫ですよっつってね、そしたらね A さんが刀持ってくるんです、お待たせしましたっつって、でさっき見ていたのとはちょっと違って、うん、紫の布でくるまれてるんですけど、うん、その紫の布自体に黒いシミがいっぱいついてるんですよ。で、もうぐるぐる巻きに紐でされてて、で、何かがですね、漏れ出てるというか、何かがブワーって出てるみたいな感じ。容器が漂ってるというか、うわ、これはもう素人目の自分から見ても、やばい代物だっていうのはもう一目瞭然で。で、A さんがね、これね実は家にあった刀なんですけど、うん、持っている刀の中で特に私気に入ってましてね、うん、いつも枕元の台座に置いて寝てるんですよ、でもね、うん、置いてると毎日のように怪奇現象が起きましてね、うん、布にくるんだ押し入れの奥にしまってるんですよみたいなこと言うね、はい、ちょっとノリは軽かったんです、うん、で、で何が起きるんですかってちょっと聞いてみたんですよね、うん、はい、そしたら寝てる和室の襖が夜中にですねこうねガタ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 揺れるんですって、でこのガタ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 揺れるんやったらまあ立て付けが悪いとか柳とかいろいろなパターンありますけど、襖ね閉まってんのがピシッと開くんですって、見てね、もう完全に何回も開くんですって、で枕元に置いてある刀がですね朝起きてみると鞘から刀が抜けて転がってるみたいな、なんかねやっと変な夢見たりとか、でその変な夢なんですけど、ふと気づくと甲冑を着た自分がですね、うん、この刀を持って戦ってる夢なんですって、で不思議な夢だなと思いましてつって、はい、でこの刀なんですけどどっから出たものか調べましたつって、
いや実はねこの方ね実際にある大きな合戦で使われておりまして、うん、実際に人を斬ったという、刀なんですね。で経緯は不明だけどもうちに来たみたいです。もしかしたら元の持ち主の念がこもってるのかもしれないですね。まあ妖刀って言いますか、うん、みたいな感じなんです、うん、で嫌じゃない、はい、そんな触れ込みの刀を手元に渡されとるわけで、はい、でもまあ興味はあるからその紐をですねこうぐるぐる巻きにされてるのをほどいて、うん、で布をめくります、うん、そしたらズーンって出てきたこの刀、うん、もう使用感満載なんです、うん、でうわ気持ち悪いなとか思いながらこのねもう刀をですね鞘から抜いてみようっつって、うん、こうね抜くわけですよ、うん、シャキーンつって抜いた瞬間に、うん、ブーッと黒いもやがですね、出てくるんです。で、それと同時に部屋全体が一瞬パッて電気消えたみたいに暗くなるんです。うん、で、これはマジであかんやつやと。うん、で、これもうやばいですよ、つって。で、これもうちょっともういいですわ、つって鞘に戻そうとするんだけど、うん、刀鞘に戻すことができないんです。うん、あれあれつって。で、もうその間もずーっと耳鳴りひどくなってきて、うん、で、もうその、視線をね、この刀から一刻も早く外さないとって思うんだけど、ああ視線外そうとしても刀の方に視線持ってかれるんです。ずーっと刀を見させられてるというか。で、うわーみたいな視界がどんどん歪んでいく感じがすると。で、うわ、これもう気持ち悪いと。で、もうこれはですね、もう、やばいから、はい、もうこの目をもうつぶろうとするんだけど、もう体も動かないようになってきて、で、あ、これやばい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 ってなってきた時に、まるまるさんまるまるさんっていうね、A さんが呼んでる声が聞こえて、で、はっと我に返って、スンって入ったの、さやに。いや、あれは何だったのかと。よくわからないですが、もうね、もう完全に良くないものだったと。ねえ、そういうお話ですけども、なんか、後付けとしてね。はい、後書きとして刀をね、こう A さん見せてくれたわけじゃないですか。うん、最後にですね、ね、おかしな刀だったでしょうって言いながら、ニッタ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 してたのがすごく怖かったですというね。うわ怖いな。最後ちょっと人怖じゃないですけど。もう魅了されてしまってて、妖刀に。これこのまんまやったら、殺されてもね、おかしくない気もするし。ね、なんか、それでなんかもう取り込まれて暴れ出すっていうか、うん、そうね、はい、もう本当になんか妖刀っぽい妖刀じゃないですか。だからもうその人は何をしようとしたのか、うん、もしかしたらなんかそれにちゃんと取り込まれて合致する人を探してんのかなっていうのも。妖刀がね、はい、だからこの持ってた A さんはその人ではなかった、はい、で次に自分と波長が合う、はい、探してるんかな、はい、もしそういう人のところに渡ったらもうちょっと危ないなっていう、うん、なるほど、ぜひ前田明さんのところに。いやいやいや、もうすれかなわないのにそんな妖刀なんて持ち出したらちょっとした剣ぐらいやったら制圧できますよ多分すごいな、うん、これも非常に好きな話で、もうベタ中のベタ、妖刀みたいな。でも意外と刀にまつわる話って入ってこないんですよ。だからこれはいい話だなと。ああ、そうですね、うん、まあ触れる機会がそもそもないですからね。そうそうそう、博物館とかしかない。そうなんですよ。続きまして、はい、豚汁姉さんです。ありがとうございます。10年ほど前に、結婚したばかりだった私はですね、夫が住んでる、旦那さんが住んでる他県に嫁いで行ったんですけども、うん、はい、仕事もですね、はい、辞めて、はい、家の近くにあった漫画喫茶でパートするような形になったんですね。で、早朝6時から、うん、昼の12時まで、うん、6時、から出勤なんですけども、はい、5時45分にはパート先にはもう到着して準備をしないといけない。はい、で、まあまあ早朝勤務なんで、はい、そのままね、泊まってる人とかやったらまあまあお客様いるけど、その時間帯に来る人はいないから、で、いつも決まったメンバーでシフトを回していました。はい、で、その中でもよく一緒に働いてた、一つ年下の女の子、A ちゃん。はい、いつも明るくて、お客さんからもスタッフからもこう人気の女の子なんですね。で、ある日私はいつも通り6時から勤務。ペアは A ちゃんでした。はい、
私の勤務していた漫画喫茶は厨房を通らないと休憩室に行けないんですね、はい、で必ず出勤退勤する人は厨房を通らないといけない、はい、で5時45分頃に到着して着替えも済ませて、はい、私は厨房の中にフラッと入りました、はい、そしたら外からですね厨房の中に A ちゃん入ってきたんです。ほうほうほう。で真っ赤なコート着てですね、で普段カバンとか持ってるはずだよ女性からね、はい、でもこの手ぶらでねこうね入ってきたんです、うん、で、まあ、ああ、A ちゃんやつのね、おはようございますっつってね、声かけたんだけど、はい、いつもだったら、そんな明るい A ちゃん、はい、おはようございますってね、はいはい、帰ってくるはずやのに、挨拶無視して、うつむいたまんま、うん、私の隣通り過ぎて、で、休憩室入ってくるんですね。はい、ちょっと心配なんだけど、体調悪いのか、メンタルやられたのか、どっちだろうみたいな。で、タイムカードをですね、切りに、厨房に、切りに行ってですね、はい、厨房に溜まった皿とかをですね、はいはい、洗ってたんです。で、6時から勤務開始にもかかわらず、A ちゃんが出てこないことに気づくんですね。で、元気なかったから、ちょっと寝てんのかなと思って休憩室で。で、休憩室行ったんです。はい、そしたら、誰もいないの。ん？え？トイレ？いやでも、私のとこ、通ってないよなってなって、そしたら、すいません遅刻しちゃいましたーって、電車遅れちゃってて、って、A ちゃんが来るんですよ。はい。ってなって、さっき来たよ、A ちゃんつって。うん、そしたら、いやいや、今来たばっかりですよ、つって。ほら遅延証明書って。おー。もうこれ証拠やから。ね？で、電車が遅れた証拠を持ってきてるから、はい、本当なんやなって、うん、ってなったら私は誰を見たのよと、はい、で赤いコート着た A ちゃん見てるじゃない、はい、でさっき私厨房にいたらさ A ちゃん来たのよ赤いコート着てさ、うん、みたいな、いやちょっと待ってください待ってくださいって私赤いコートなんて持ってないですからって、うん、私そんな赤いコート着てここ来たことあります、はい、ないですよつってて、で A ちゃんが真っ赤なコート着てるところをねこう思い出して、うん、一回も見たことないなってなって、でその赤いコート着た人物こう頭の中で思い出してみると、うん、せっかく髪型 A ちゃんそのものだったんです、うん、ちょっと疲れてるんじゃないですか姉さんみたいなこと言われてね、うん、でその後その日私と入れ違いで退勤した人に A ちゃんが赤いコート着てきましたよねと確認するも誰一人その人見てないと、うん、で退勤する人たち以外休憩室には誰もいなかったよって言ってると、で私だけが見た赤いコートを着た A ちゃんらしき人は一体誰だったのか、そもそも A ちゃんのふりをした何かだったのか、1年半ほどで退職した職場だったんですけども、不思議なことは他にもありまして、たまにインカムから知らん人の声が聞こえてきたりとか、誰もいないのに誰かに見られているような気がするとか、誰もいないカラオケができる部屋から音楽が流れてくるとあったので、おそらくその赤いコートの女は A ちゃんではなく、そういった何か運命だったんじゃないかなというお話ですけども、赤いコートの女なんですよ。これがですね、私選ばせていただいた理由がですね、はい、吉田会長のですね、はい、赤いコートの女、ほう、赤いワンピースかあれ、なんかね、赤い服を着た女っていうのが吉田会長がずっと追ってる話があって、はい、それとなんかつながるというか、これはちょっとな、その A ちゃんのふりをしてるっていうか、どうなりすましなの、なんなのか。いやまあたまたまなのか、似てたのは、これ非常にむずくて、うん、その A ちゃんらしき赤い服はこの豚汁姉さんしか見てないから、はあ、まあ、なんとも言えないんですけども、仮に生き霊が職場に来てるっていう話はあるから、はいはいはい、でも赤いコート持ってないのよね A ちゃんは。そうですよね。ってなったら A ちゃんのふりをして、うん、来た悪いやつ、うん、その後あったわけじゃないんで、うん、ね、まあ、もう一アクション起こせばそのなりすましかどうかね、になんかその完成するのか。いやそうなのよ、はい、だから本当俺つれんずに言うてんすけど、はい、もう一アクションせえよと自分のねことを、はい、そのなんか認知させる、そう認知してほしかったら、はい、もう一アクションすれば分かるじゃない、はいはい、承認欲求少なめですね幽霊ってもう一アクション、なるほど、アピってかないと。さすが承認欲求の塊は、言い方変えると自己刑事欲の塊もう一アクション、はい、大事ですね。大事ですね。何の話やいやでも分かれへんね。でもそうじゃない、そうですね、パッてさ、はい、出てくる幽霊そこに
いてる幽霊がいたとして、はい、こっち見てくる、私の存在をね知ってほしい、はい、近寄ってこいよって思うんですよ。ああなるほど、聞いよるから、はい、だから向こうもバレたくないっていうパターンもあるし、ね、むずいんですけど。なるほど、逆になんかちょっと別に見てほしくなかっちゃった、うん、なかったけど見えちゃったパターンとか可能性ある。だから赤いコートの女がこう入ってきて、はい、うーわっつってこう豚汁姉さんのこと、仮にこのね赤いコートの女がすごい嫌ってたとして、あーなるほど、うーわあいつおるやんつって、うーわ A ちゃんのふりしようなんで嫌われてるのかなそんなやつ豚汁姉さんすごい喋るからとかさ、豚汁姉さんずっと喋ってくるみたいなさ、なんかでも幽霊も好き嫌いありそうな気するけどね、こいつタイプ的に苦手やなとか、うん、だからちょっとね珍しいなと思ってチョイスしました。はい、ありがとうございます。続きましてミミさんからいただきました。お父さんのお話らしいです。お父さん73歳ですね、はい、父は私が幼い頃からですね心霊現象、自分が体験した話をですね、うん、夜寝る前に話してくれたんですね。嫌なお父さんですね怖いですね。いやそうですね、まあ、子供の頃だったらもういやトラウマ必死ですよこんなの。なぜそんなことを言うのか、しつけの一環かもしれんけど。で、はい、おそらくですね、はい、父がですね18歳ぐらいの時の話、すごく印象的だったということ。で、お父さんはですね夜遅く仕事が終わって急いで帰宅してました、はい、で会社で寝泊まりすることもできるんだけども、うん、その日は祖母がですね戸締まりする時間に、あまだ間に合うっつって、はい、自分のね鍵を持たせられてなかったんでしょう多分ね。で、あ間に合う間に合うと、で会社でね寝泊まり、普段はしとるから、はい、まあ鍵も閉めちゃって戸締まりもしちゃう感じだったんですね、はい、で、お父さんが18歳頃なので、うん、だいぶ前ですよね、はい、街灯もあんまりなくてですね、暗い中自転車こいで帰ってると、はい、女性がですね道に立ってたと、はい、で夜中に女性一人で佇んでる、うん、ちょっと気になったんで、うん、はい、どうされたんですか、なんか困ってるんですか、うん、みたいな感じで声をかけたんですよ、はい、そしたら案の定女性ですね、すいません道に迷ってしまいまして、自宅の方に帰りたいんですけど、うん、つって自宅っつって、ね、なんでこんな自宅やった、家の近所で万やろなとかもいろいろ思ったんですけど、うん、女性一人で不憫に思ったので、うん、ちょっと探してあげようっつって、うん、住所はっつって、うん、で友人の家の近くだったんですよ、うん、その住所が、はいはいはい、あこれ友達の家近所なのでっつって、じゃあちょっとその女性自転車にですね、乗っけてですね、はい、そう運んであげようっつって、はいはい、でそのね自転車こう2人乗りしながらたわいもない会話をしてですね、うん、その家着きましたよ、うん、で女性がありがとうございました本当に助かりましたっつって、うん、でこれお礼なんですけどっつって渡されたもの、うん、500円札なんですね。でこれで近くの宿にでもお泊まりくださいって言うんです。うん、みたいな、うんうん、もうちょっと疑問に思いつつ、うん、最初断ったものの、うん、実家はですね戸締まりされてるからねもうね、うん、入られへんから、はい、じゃあこれ500円いただきますっつって、で、その日はですね宿に泊まったそうです。それから数日経ってからその女性、の家の近くの友達の家に会いに行ったんですけど、はい、その女性の話になったんですけど、はい、そしたらその友人がねすごいびっくりした顔しながら、はい、お前何言ってんだよつって、お前あそこの女性お前数日前に事故で亡くなった人だよお前、それもお前がその女性と会う前にさつって、もう事故で亡くなってるからさ、いやいや嘘でしょつって、で父はですね500円札も実際にもらってて、で替えもしてるから、はい、いやいや信じられなくて、でも亡くなったこともその友達は本当で、きっとですねその女性家に帰りたくて、父を頼ったんだと思いますと、当時怖い思いで聞いてたんですけども今では無事に帰れてよかったねとも思っていますと、そんなお話ですね。じゃあシステナをちょっとやっぱり家の方に帰りたかったっていうことなんですかね。そうね、まあだからそこにもう留まってしまってて、うん、でもどっかに家に帰りたいっていう部分があるんだけども、うん、その亡くなった時のそのショックなのか何かで自分の家を忘れてしまってるというか、うん、帰れなくなってしまってたのかなっていうね、うん、ちょっと物悲しいお話ではありますけども、なんかそのやっぱ事故で亡くなったっていう人ってそういう土地にとらわれるってなんかよく聞くんで、うん、その
囚われちゃったから、その人に運んでもらわないとそこに行けなくなっちゃったのかなとか、うんね、ちょっと悲しい話ですね、はい、でもそう考えるとやっぱり500その今自分が家に帰れないこともなぜ分かったのかっていうか、ね、あ確かにね、はい、そうやね、はい、どこか泊まりってくださいみたいなね、はい、だからもしかしたらその時間に帰って、うんその時間というか、はい、そこのルートで帰ってたこのお父さんのことをちょっと前から知ってたのかもしれないよね、なるほど。続きまして、はい、ルカさんからいただきました。お願いします。同僚から聞いた話なんですけども、はい、この同僚その日はですね忙しくて、まあ普段はもうちょっと早めに帰れるんだけど、はい、その日は21時近くになっていたと、うん、で自転車通勤だった彼女はですね、いつもの帰り道を走っている、はい、その道というのはバイパスの高架沿いの道で、等間隔に街灯があって暗くはないんです、はい、途中そんなに広くない川を渡るんですけども、はい、そこだけは高架のこの高架道路のバイパスからのライトが上から照らすだけで薄暗いんです、はいはい、でちょっと視覚がですね、悪くなる場所だったんです、はい、で、明かりって言ったらね、こう自転車のライトぐらいなんですけども、ちょうど橋の真ん中の欄干あたりにですね、なんかうずくまっとるなと。黒いなんか動物みたいなのが小刻みに動いてるんですよ。ん？犬？なんやろと、はい。で、ちょっと警戒するじゃない。はい、だからちょっと離れたところから、ちょっとずつこの自転車のライトをこう、ね、当ててって。はい、そしたら、小刻みに揺れてたその動物みたいな裸の子供やったんです。え？で、幼稚園生ぐらいなんです。おー。でも首から上がないの。うーわ。でもぞもぞと手足を動かして這いつくばって動いている。で彼女はですね、もううわーっつって首がないっつって、もうこうね横をですね抜けて、で橋渡り切った先にあるコンビニまでダッシュしました。でコンビニの駐車場あたりでチャリを止めてですね、はあ。はぁ、あ、はぁ、あ、つってね、もう呼吸整えて、なんだったのと思って、でも、確かめたいと。はい。ね、あれが幽霊だったのかどうか。うん、で、もう一回戻ったんです。消えてるんですね。あれは一体何だったのか。見てはいけないものを見たと、帰ってからも鳥肌が立って怖かったと言っていました。以来、友人はそこを通ることができなくなったそうです。というね。もうこれもオーソドックス。うわ、もうオーソドックスですけど、うん、その子供の、首から上がないってちょっとどういう状況なのかっていうのが、なんでそういう感じで亡くなったのかというね、まあだから高架下だったから、その事故でクラッシュしてそういう風になったのか、じゃあなんで裸やねんとかね、いやもういろいろとね疑問湧くんですけども、まあそのね体の小ささから子供っていうね判断がついたっていうお話なんですけど、いやシンプルに怖いですね。怖いですね。続きまして、はい、チェーンスモーカーさんからいただきました。子供を産んだ時の、まあ、病院での お話なんですけども、はい、その産院は昔から あってですね、老朽化のために、ごめんなさい、老朽化か、はい、老朽化のために20年ぐらい前に、移築して綺麗になりました、はい、で作りとしては L 字型なんですけども、うん、この L 字のね、はい、この L のこの曲がり角がすごく嫌なんです、はい、おで8年ぐらい前に次男を産んだ時、その日は同じ日に分娩が重なったですね、はい、で分娩が重なったんで、もともと入院しているママさんたちが、多くベッドの空きがないために急遽この L 字の曲がった先の一番奥にある物置、はい、ここをですね急遽病室として使うことになったんです、で出産でアドレナリンが出ているからか、部屋が落ち着かないからか、わかんないですけども、はい、夜中になっても一向に眠くないんですね。で、そしたら2階の窓をノックする音、そしてコードが繋がっていないテレビがチカ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 したりしてですね、ああ、これ絶対なんかいてるやん、みたいな。で、私はベッドに頭までこう潜ってですね、やり過ごそうとしたんですけども、だいぶ時間が経って音とかもやんでですね、はいはい、あ、もういなくなったなと思って、こうベッドから顔を出しました。そしたら、半透明で白い服を着た女性がですね、突き当たりの窓から部屋のドアの方に向かってですね、うん、こうね、スーって消えていったんですよ。で、私は怖くて硬直していると、その女性、うん、何回も何回も同じ行動していることに気づくんです。行ったり来たり。行ったり来たりというか、こう行って終わり、行って終わりですけどね、こうね、何回もそこを通ってるんですね。で、
そんなことがありましたが、今から3年前、次女を授かり、同じ産院にお世話になったんです。はい、で、計画分娩のために、前日から入院して備えることになったんですけども、うん、またもうベッドに空きがないと。あ、なので、その日は1階で L 字の曲がった先にある応接間のようなところで、一晩急遽。ちょっとね。あ、そんなこともあるんですね。うん、で、大きな部屋なんですけど、パーテンションで区切ったような部屋なんです。うん、で、なんかやりとりしてるのが聞こえるんですよ。女性と助産師さんの会話かな、うん、みたいな。うん、で、その内容なんですけども、その女性が中絶をした後らしくですね、うん、気分が良くなるまでここにいてくださいと言われている。うん、で、しばらくは女性のすすり泣く声が聞こえてきたんですけども、うん、その女性は帰っていきました。うん、いやー、ちょっとね、これから出産なんですが、そういったね、複雑な状況のね、女性の会話を聞いてしまって、と思いつつ。で、ベッドでね、寝ようって、ね、思ったんですけども、はい、隣の部屋から、なんかこう、いないはずの女性のすすり泣く声がずっと聞こえてくるんですね。で、と思いながら、そのパーテーションで区切られてるところに目を向けてしまったんです。そしたら、そのパーテーションの上の方は、人が横になってギリギリ通れるぐらいの幅が空いてるんですけども、そこからですね、こう、覗き込んでる女性がいまして、で泣いてるんですよ。で、その覗き込んでる女性とバチン目が合って。で、私はですね、まあまあ、もうちょ怖いんですけど、もうここにおらなしょうがないから、うん、イヤホン取り出してですね、もうガンガン自分の好きなドラマとか見て、過ごして無視したんです。で、朝になって助産師さんに聞いてみると、まあまあ、やんわりとした答えしかね、返ってこなくてですね、でももうすごい気になったんで、しつこく聞いてみたんです。はい、そしたら、その応接間なんですけど、はい、実はそこに置いてあった私が寝てたベッドね、はい、これを含めてそこのベッドなんですけども、中絶した人が待機する部屋なんです。で、去年、ですね、三女を授かってまた同じ産院へ行くことになるんですけど、まあまあ怖い思いをしているけど、うん、まあそこの産院気に入ってはいるんです、はい、自分は。だから3回連続そうなんですけども、うん、普通の分娩だったので、L 字を曲がったところに案内はされなかったんです、はい。で、個室の病室でですね、4日ほど過ごしてる間、うん、なぜか換気扇からですね、木魚の音も聞こえてくるんですよ。で、それ自体怖くはないんですけども、うん、ずっとですね、聞こえてくるもんだから、うん、ちょっと憂鬱になってきて、で、退院した時に兄と話したんですが、うん、今まで幽霊出たりとかあったけど今回大丈夫だったかつって、うん、で、いや木魚の音ずっと聞こえてたよつって、そしたら兄がですね、うん、なんかそういう心霊とかに結構興味があっていろんなこと知ってるらしいですけど、うん、お前さつって木魚の音聞こえる時ってやばいらしいよみたいなこと言ってきて、いやいやそうなんかいってなったっていうお話なんですけど、もう最後がちょっと気になった木魚の音だけってやっぱやばいんですか？やばいらしいですね。僕知らないです。まあでもそんなやっぱり念がこもるんですかね。あ、まあまあそうでしょう。すごく悲しいね。中絶、まあ理由はいろいろあれど、はい、すごくその部屋の中はそういった念で充満してると思いますけどね。また生と死が本当に入れ混ざった場所になるから、うん、そうね、そういったことも、まあ、最初のこのずっと通っていく女の人も何だったんだろうっていう、うん、まあ、それがあったから物置になってたのか、だからまあこの行ったり来たりみたいな人は落ち着かなかった人だと思うんですけどね、うん、ねえ、こう、ああ、うろうろしててみたいな、うん、その念がそこにあったんじゃないでしょうか。続きまして、はい、ペペロンチンピョさんからいただきました。どうも。サトシ君という、はい、サトシ君の像という話があるんですけども、はい、そのお話に基づくお話ということで、うん、サトシ君の像の話をですね、はい、ちょっと要約していただいているので読ませていただきますと、はい、サトシ君の像とはですね、南武線のまあとある駅、にですね、まあ丸々霊園というかなり大きめの霊園がありまして、はい、で、その奥地にある実際のお墓なんですけども、うん、なんでサトシ君の像と呼ばれているのか、これはですね、サトシ君という男の子がですね、池みたいなのがあるんですけど、はいはいはい、そこで溺れて亡くなってしまったと。
で、その溺れて亡くなってしまったサトシ君のことを思って、親御さんがですね、像を建てて弔おうみたいな、はいはい、でね、そんな感じだったんですけども、はい、お墓なんですが、一般的な墓石というよりも、うん、一回り二回り大きな墓石でして、はい、でそのサトシ君を模した像をその上に乗っけてあるんで、なるほど、はい、サトシ君の像みたいな呼ばれ方をしてます、はいはい、でちなみにですが、その沼からサトシ君のご遺体は発見されていなくてですね、で救助に入った救助隊も1名亡くなってしまっていると、はい、でおそらく底なし沼なんですって。なるほど。で今はもうその像はなくなってるんですけども、はい、土台となっていた墓石だけがそこに残っている状態なんですね、うん、で、これなんですけども、このサトシ君の像ですね、まあ、ふざけて壊した輩がいましてですね、はい、でその、ね、像を破壊したやつらを探してなのか、はい、そのサトシ君らしき子供の幽霊がまだそこにいるんですっていう話を僕は知り合いからもらったんです。なるほど。ご近所さんと車で走ってて、はい、で後ろの席座ってて、ご近所さんの子供と自分の子供をこう両サイドに抱えながらこうね、うん、車乗ってたんですけど、はい、バーンって音がして、パッて見たら子供の手がバーンってついてて、でバーンバーンっていろんな音がね、こういろんなところから音が聞こえるから、バーンって聞こえて後ろ見たら、この後ろ見て、うん、こっちバーンみたいな、こっちにね、こう覗いてるみたいな。だからトータルとしてその犯人を探してるというか、そんなお話だったんですけども、はい、実はこれいただいたこのペペロンチンピョさんなんですけども、サトシ君の像を破壊した張本人グループに属していた母の息子なんです。おー、なるほど。お母さんがそのグループに所属してたんですって、はいはいはい、ペペロンチンピョさんは、はい、で、お母さんの体験談です、うん、はい、その例にはいくつか噂がありまして、昔コンビニとかでよくあった最強心霊スポットみたいなね、うん、なんかむくぼんみたいなのあったんですが、はい、それに絶対乗ってるような場所で、で、まあそのサトシ君の像を、はい、まあ、みんな知ってたから、はい、行こうぜみたいになって、うん、で男女 7,8 人で行きました、うん、で、このサトシ君の像は霊園の奥にあってですね、うん、道中かなり怖かったんですけども、うん、とりあえず、まあ、サトシ君の像にはとりあえずみんなでね、こうワイワイワイしながら着いたんです、うん、で一通りサトシ君像と沼を散策、探索したんですけども、特に何も起こらずに、そしたらですね、一人の、うん、男がですね、金属バット持ってきてて、うん、で有名なねヤンキーグループの一人だったらしいんですけど、なんだよ、なんも起こんねえなって言いながら、うん、金属バットでサトシ君の像をガッガッってやっちゃったと、はい、その結果頭の部分が欠損してしまい、はい、いやこれやばいでしょみたいになって、でまあまあどうしようかみたいな、帰ろうぜみたいな、帰ったんですけど、はい、霊園の入り口で解散して母はもう家に帰りました、はい、で家の前に着くと異様なものがですね、家の前にこうね、あって固まってしまった。この お母さんが住んでたこの家ですね、はい、入り口に、小さい門があるんです、はい、でその小さい門なんですけども、この家の敷地の方にですね、うん、門の2倍ぐらいの大きさの黒猫が座ってたんですって、でその真っ黒なこの黒猫がですね、はい、ずーっとこっちを見て、でずっと睨んでるんですって、へえと思って固まったんですけど、その猫がですね、やーんって叫んだ、で思わずうわーってなって、でそのね、自分の叫び声うわーってびっくりした声に反応しておじいちゃんがですね外出てきたんですけど、でそのおじいちゃんが出てきたのに気づいたのか、その猫はですね、隣の家の方にバーって逃げてったらしいんですけど、実際に私が当時のことを覚えてるかとおじいちゃんに聞きましたところ、はい、おじいちゃんはそういうもの、幽霊とかは信じていないんです、うん、で、でもその異様な猫に関しては、うん、なんかわからんけど、うん、なんか声が聞こえて外出てったらよっつって、すげえでけえ黒いのが隣の家行ったのは、俺覚えてんだよって言って、で、お母さんなんですけども、はい、霊園の出来事、そしてその帰りに出くわしたその異様な猫によって、うん、その日はあまり寝れずに、で翌日学校へ行くんですけども、実際そのサトシ君の像をですね、はい、金属バットでこう、ね、はい、破壊した男が来てないんです、お
その男性、はい、昨日帰りはゲンチャリで事故って亡くなってます。事故でその男子のように亡くなってしまったかどうかは皆さんが想像してくださいと、それ以降サトシ君の図はもちろんその霊にしばらくは誰も近づかなくなりましたと、うん、そんなお話ですね。おお、なるほど。いやー、純粋にやっぱたたりなんですかねこれは。まあそうやね、そんなことすんなよっていうのもあるけど、なんで黒猫の姿を借りたのかっていう、ね、そうね、はい、不思議なところ、不思議やね、その黒猫が何の意味を成していたのかちょっとわからないですけど、はい、非常に、はい、なんかね、事故自体はすごい悲しい事故で、はい、でそれを伴うためにね、ご両親が建てた像、それをね破壊して、それあかんやろって話なんですよ、はい、でもリアルにですね、はい、あの実際に体験された方からお話しいただいてるんで、 すごいな。そうなんですよ。だから僕のその、ね、持ってるこの話が強化されましたよという、はい、あ、なるほど、お話なので。だっておじいちゃんも見てますもんね。そうそうそう、すごいなと思いました。すごいですね、っていうような感じで、はい、今回厳選のですね、投稿会談会送らせていただけたんですけども、はい、健吾どうでした？いや、やっぱりその純粋に怖いのとまたちょっと違う不思議な部分もあって、考え出すなんかあのいろいろな考えが出てきて面白いなっていう。だから今後もですね、はい、こうまとめて、はい、なんか強めのやつをピックアップさせていただいて、はい、なんかそういうピックアップしてくるということは、なんか僕の話とかにこう紐づいてたりとか、はい、こういろいろとですね、背景もね、こう描きやすい、お話になっているので、皆さん楽しんでいただけたんではないでしょうか、はい、というところで、今回はノブ厳選投稿会談パート2をお届けしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では続いての次の投稿会談、投稿会談です。これ怖いよね。めっちゃ怖いじゃん。いいですね。いいですね。面白いな、やっぱ。面白いな。こういうの良きですね。マジ不思議プレゼンツ、怪談に夢を、その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇宴を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿会談で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった、マジであれやばいよね。やばい。